日なんですか。なになにどっちたの。ママ。何よ。なんかちょっと頭ぴょんぴょん。こっちちょいんちょい。アパルちゃん、クーちゃんたちのお家に僕が巻いてます。もうパルちゃんはホーくんともテオくんとも仲良くできるからよかったね。ね、モテモテだね。あ、気づかれた。気づかれた。気づかれた。パルタン。パル、首の周りがね、ああびっくりしたね、ラビー。ホーくん。突進するとさ、パルちゃんさ、半分以下しかないからさ、なんかちょっとね、こうやって甘い音して、こうやってツンツンってくるんだけど、パルちゃん吹っ飛んじゃうんだよね。で、ホーくんがツンってしたから、パルちゃんが怒って、ラビの上に降ってきたから、ラビびっくりしたのね。ラビびっくりしたね。ハト降ってきたね。ダメだよ、優しくしないと。体でっかいんだから嫌われちゃうよ。ホーくん、テオくんに取られちゃうかもよ。最近テオくんとの方が仲良しなんだよな、パルちゃんな。まあね、男の子同士で仲良くしててくれる分には。オス同士だと結構絶えず喧嘩するからね。ね、ホーク前のね、ホークのパートナーがゆうひくんでオス同士だったんだけど、お、なんかガサガサしてるね。最近ね、夜ネズミがね、ネズミが嫌いなハーブの香りのやつを天井裏に入れてるんだけど、あ、チューって今言った。うわっ、この辺にいる。あ、カサカサしてる。これね、ネズミ夜行性だからね。えくーちゃん、夜なんか寝てる時にガサ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 天井で騒がれると、なんかどっかに穴を開けてこっちに来たらどうしようとか気になるから、で一応ね、ネズミよけのやつ、ハーブの香りのやつね、うち鳥さんたちがいるから、なんか薬品とかは使いたくなかったので、なんかハーブの香りのネズミが嫌いなやつ、それを天井に2つ入れたんだけど、最初1個入れたんだけどね、全然効かないからもう1個入れて、だ結構天井裏そのハーブの香りで充満してるから、鼻のいい彼らにとっては結構きついと思うんだけど、なんかいるんだよな。まだクイちゃん食べ始めた。アパルちゃん、そこにいるから。パルちゃん、ちっちゃくてかわいい。ここに。視線を感じると思ったら。テオくんいた。テオくん。なんかね、チューチューって声も聞こえてくるんだよね。やだよね。夜やっぱり暖房を使って、天井が暖かくなってくると、活発に動き出すみたいで。困っちゃうよね。ね、
古い家だからどっかに穴開けられてこっちに来たらやだなと思ってヒヤヒヤしてるんだけどね。よし、テオ君ハウス、テオ君、うへはい、テオ君。というわけで最近ね、夜になるとテオ君のところに、ここにねパルちゃんがやってきて、この間テオ君の上にパルちゃん乗っかってるショート動画アップしたけど、割と乗っかってることがよくあるもうなんか全然なんかクッションがあるぐらいな感覚全然気にせず普通に踏み台にして、この止まり木にねパルちゃんなんかパルちゃんかわいいよね、ちっちゃいし。おい、なんかまたなんか天井、なんか今昼間なのにな、いつも夜になるとガサガサうるさいなと思うんだけど、なんか昼間にこんなガサガサ、しかも結構でかいと思う、音がすごいから。一回遭遇したことがあるんだけど、なんかもう尻尾もすんごい長いね、チューチューが。なんかキンクマ、ジャンガリアンハムスターじゃなくて、あのハムスターのねキンクマみたいな顔、あんなに可愛くないか。痛い痛い痛い。でもあの茶色いやつね、で尻尾がすんごい長いの、あれね。なんか今結構歩いてるだけでメシメシ音がするから大きいと思うんだよね。で何年か前はもっと大きい足音がのっしのっしってしてたから、多分ハクビシンかなんかが入っちゃったんじゃないかなっていう時があった。でもなんかすぐ出てってくれたみたいだけど、またなんか来てるのかもね。夜すっごい暴れてる時があるから、多分ネズミが追いかけ回されてるんだと思うんだ。困っちゃうね。一応やれることはやったので、もうハーブの匂いに耐えられずに出てってくれることを祈るって感じね。はい、というわけでラビちゃん、おい、ふにゅふにゅ、はあ。ねえ、夜ガサガサ怖いんだよね。バリ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 なんか引っかく音とか聞こえてね。うん、はい。うん、ラビー、おやつにする？おやつ食べる？うん、じゃあおやつにしようか。うん、はい、ではでは、またねー。